野々村誠の広島魅力発見。今日はですね、肘山公園にやってきました。市内なのに自然豊かで気持ちいいですね。実はですね、肘山公園は広島市で初めて開設された公園で、桜の名所としても有名なんですよ。野々村さん、よくご存知ですね。あら、こんにちは。もう4年も広島広域都市圏をね、調査してるんですよ。これくらい知ってて当然なんです。じゃあこれは知ってますか。肘山公園ではにぎわいづくりの取り組みとして様々なイベントを行っているんですよ。え、そうなの。特に反響の大きいイベントが、整える肘山とあったまる肘山。整える肘山では、公園をより気持ちよく過ごせる場にするため、市民や企業の皆さんと協力して芝刈りを行っています。あったまる肘山では、ゴミ拾いの後、みんなで焚き火を囲んで焼き芋を楽しみます。またウィズコロナを意識したイベントよりも小規模のパークセッションというプログラムもあります。生き物観察、かけっこレッスンなどを行っていて、大変好評なんですよ。それではここでクエスチョン。はい。市民の憩いの場所、肘山公園。では、公園内にある施設は次のうちどれでしょう。1、ミニ動物園。うん、2、美術館。うん、3、映画館。広島市からのお知らせです。市内の公共交通機関では、皆さんが安心して利用できるよう、換気や消毒など様々な感染症対策をしています。皆さんもマスクの着用など感染対策をして利用しましょう。肘山公園が新しく生まれ変わります。展望広場や芝生広場の整備を中心に、誰もがより安心してくつろげる空間になるんですよ。舐めてもらっちゃ困りますよ。僕ね、来たことあるんですから。肘山公園にあるのは現代美術館です。他にも漫画図書館もあるし、魅力が盛りだくさんなんですよね。その通りです。じゃあ肘山公園の再整備に伴って、現代美術館がリニューアルすることも知ってました。ガラス張りの多目的スペースの新設やカフェなどの移転も予定していて、より美しく魅力的に生まれ変わるんですよ。いやー、知らなかった。完成が楽しみですね。これからますます人が集う場所になる肘山公園。いやー、楽しみですね。リニューアルしたらまた遊びに来ようっと。妻とですよ。ザ・広島ブランド認定特産品の中から、旅行の友を抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回は広島市総合防災センターを調査。